手放せない絵本、もし作者に共感できることがあれば、その作者の絵本を読み聞かせしたいと思うかもしれません。読み聞かせがピタリとハマると、カラオケのお箱のような楽曲になって、もう手放せない絵本です。もし手元になかったら購入しておきたいものです。いざ購入しようとしても、もう絶版になっていることもあります。図書館の絵本を借りて絵本の読み聞かせはできますが、読み聞かせをお願いしますと言われた時に手元に絵本があればすぐ対応ができます。絶対ではありませんが、絶版になった絵本を再版してもらう方法があります。私の場合、出版社に再版の要請の手紙を書いたり電話をかけたりしました。ないのが分かっていても販売店から問い合わせをしてもらいました。要するに再版してほしい読者の声があることを伝えます。家族や友達にも頼みます。 SNS やブログなどで再版希望の声を広めることも効果的です。再版の希望は出版社の判断に委ねられるため、必ず再版が実現するわけではありません。でも行動する価値はあります。その結果、ある日突然 Amazon で購入できるようになっていました。出版社は再版の需要を判断する際に、これらの声を参考にしたに違いありません。再版希望の声が多いことがポイントです。再版の実現の可能性を高めることができます。なお、絶版になった絵本を再版してもらうための支援サービスもあります。例えばクラウドファンディングサイトでは再版の資金を募るプロジェクトが実施されていますし、また絵本の再版を専門とする会社もあるようです。もう再版していただいたのですから、本当に手放せない絵本となりました。ひょっとするとその絵本の影響で生き方を変えられてしまったかもしれません。そういう出会いの機会を作って絵本の読み聞かせを行っているのが絵本の話手です。人の人生を変えてしまうというのはすごいことです。そのすごいことをしているのが話手なのです。当然そこには作者の思想や哲学と同じような話し手の思想や哲学も生まれています。